こんにちは、塚田です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、前後の動きを取り入れていきたいと思います。特にですね、横にはテニスよく動く練習をするんですけれど、前後に動く練習がとても重要になってきます。ですから今日はですね、前後に動く練習を入れていきたいと思います。よろしくお願いします。今前後のボールを練習してるんですが、なかなかベースラインから離れられない方がいらっしゃいます。ですからこのようにならないようにしてください。はい、1球目、このようにして同じところで何回もいろんなタイミングで打ってしまう。そうではなくて、必ず深いボールが来たら下がる、前に来たらベースラインの中に入っていく瞬間をつけれるようにしてください。ベースラインの中に入ってきたくなると、後ろだけでもダメです。下がって、下がって、前に入って、下がって、前に入って。1点注意点ですね。下がっていくときに体を正面向けて下がって、手打ちになるのではなくて、まずは体のターン、まずは体のターン、このようにならないでください。で、体を開いたまま、まっすぐのままラケットを引いて動かないようにしてください。前のボールもこのように入っていかないようにして、必ず体がターンして、サイドステップでターンして、サイドステップで入れる、ターンして、サイドステップで入れる。で、続いてバックも行ってしまいましょう。まずは体のターン、サイドステップで入って、後ろのボールは下がって打つ、そして前のボールはベースラインの中に入っていって打っていく練習をしていきます。なってくるので、ここで振り遅れの可能性が高くなってしまうので。
最初からターンして、もうラケットの準備が完了できるように準備ください。ラケット準備完了で、はい、準備完了で、はい、で、あとは今日の練習はここまでになります。今日の、ね、取り組んだことはですね、前後のボールですね、後ろの、高いボールあるいは深いボールが飛んできたらしっかり下がって自分の打点で打つということがとても大事になります。そして後ろで打つだけではなくて、その後ろで重いボールを打てたら時間を縮めてコートの中で打っていくということが、練習がとても大事になってくると思います。皆さんもですね、このような単純な練習でしっかり自分の動きですね、前後に、行く動きを身につけていただければと思います。今日はですね、ここまでにして、また次回お待ちしております。ありがとうございました。